いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ CLS350 スポーツ AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、アルミホイル4本ともガリ傷があり、左側の後ろのドア、また右側リアのバンパーの部分になりますが若干の線傷がございます。それ以外特に目立った傷はございません。走行距離2万キロ低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はイリジウムシルバー、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。こちらの CLS350 スポーツですが、2014年よりデビューしたモデルです。 AMG スタイリングパッケージが標準で装備されておりますので、よりスポーティーなデザインをお楽しみいただけます。それにプラスしまして、 AMG スポーツパッケージもオプションで装備されておりますので、より上質なインテリアを実現しております。フロントグリルに関しましてはスポーツパッケージが装備されておりますので、シングルルーバーのフロントグリルが採用されております。ヘッドライトも LED のヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.5 リッター V6 エンジン、馬力は306馬力を誇りますので、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただけます。アルミホイルは AMG スポーツパッケージ専用19インチのアルミホイルが装備されております。オプションでサンルーフも装備されておりますので、より広々とした室内空間お楽しみいただけます。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクの開閉に関しましては電動で行っていただけます。スペースは十分に確保されております。後部座席も倒してお荷物を積みいただけますし、目立った使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックレザーが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはスポーツパッケージ専用、スポーツステアリングが装備されております。レーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、どなたでも安心してお乗りいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラも標準で装備されております。前席シートヒーター完備されておりますので、一年中快適なドライブお楽しみいただけます。またスポーツモード、マニュアルモードも装備されておりますので、よりスポーティーな走りもお楽しみいただけます。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席のシートに関しましても目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。センターのウッドパネルの部分に小さな傷入っておりますが、こちらは小さな傷です。ご安心いただければと思います。スペースも十分に確保されておりますし、シートヒーターも完備されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2014年モデルメルセデスベンツ CLS350 スポーツ AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきました。走行距離2万キロと低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。スポーツのグレードですので、スタイリングパッケージが標準で装備されております。より精悍なデザインをお楽しみいただけますし、スポーツパッケージもオプションで装備されておりますので、よりラグジュアリーなインテリアをお楽しみいただけます。コンディションも良好な1台ですので、お探しの方はぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。